ようございます。レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日は早起きして朝練しに来ました。涼しくて気持ちがいいです。はい、札幌も、日中ね、いよいよ30度超え、する季節になってきましたので、日中の、ね、暑い時にやるよりはこうして、朝方の、ね、涼しい時にね、ロンスケ楽しんだ方がいいかなと思ってね、昨日からちょっとね、早起きしてます。今回はスノーボードのオフトレに役立つスライド系の動きをね紹介したいなと思います。スライド系の動きっていうのはね、カービングと違って板をずらす動作ですね。ロンスケだとどうしてもカービングの練習しやすいなと思ってもね、板をずらすってなると逆にスノーボードよりも難易度高いんですよね。この動きを練習することによってスノーボードのお二人にね役立っていきますので、ぜひ皆さんもですねこの動画を見て興味持ってもらえたらね、スライド系の動きもね楽しんでもらえたらなと思います。自分もスライドは今年のオフシーズンから練習し始めたばかりなので、正直ねそんなに上手くないです。それでもほんのちょっとできるようになるだけでもね、スライド系楽しいので、ね、ぜひ皆さんもねトライしてもらいたいなと思います。今自分が練習しているのは一番簡単なスライドの方法だと思います。片方の手で板をグラブして固定します。そしてもう片方の手を地面について板のテールをねずらしていくというね練習方法になります。つま先側のターンでずらすときは後ろの手を地面につきます。そしてかかと側のターンでずらすときは前の手を地面につきます。上手くなってくるとグラブしている手を離したりだとか、手を地面につかなくてもスライドができるようになるようです。自分はまだ下手くそなので技術を語るほどのことはできないのですが、簡単なコツをお伝えするのであれば、前足にしっかりと重心を乗せる、そしてテールの圧力を抜いてずらしていくっていうことですね。これはスノーボードでずらすのと同じ原理です。あと滑らせるのにね、ある程度スピードが必要になってきます。あとターンの遠心力を活用するとずらしやすいと思います。上手くなったらね、もうちょっとしっかりとしたハウツーもね作ってみたいと思います。はい、こんな感じで、朝練を行っております。これスライド系の動きどうでしょうかね。はい、これ練習することによって、例えばねパウダースノーとかでね、あのスラッシュバーってね雪しぶきを飛ばしたりとかする動作であったりだとか、カービングの途中とかでもね急激にグッと減速させて一応ねずらしてスプレーを飛ばすような動作とか、ああいう動作にね役立ってくる動きとなっております。はい、あとグラトリとかでもねエッジ逃がす動作とかにね役立ってくるんじゃないかなって思っています。はい、このスライド系の動きを練習するにあたって絶対必要になってくるものあります。はい、手袋です。はい、特にこのねスライドグローブって言われる手のひらのところにこうプラスチックの板がプラスチックの板が、つけられているものがありますので、これをね用意しないと手のひら血だらけになっちゃうかなと思いますので、ぜひですねこちらのグローブを用意して、スライド系の遊びもですね楽しんでもらえたらなと思います。あとスライドを楽しむためにはこのウィールの滑りやすさも関係してきます。僕が今回使ったのは鎧のジュジュについている標準装備の、ね、ウィールで、硬さが 85A という、ね、硬さの、ね、ウィールとなっております。結構ロンスケには、ね、78A というこれよりも、ね、柔らかい、ウィールとかもついているので、グリップ力が強すぎるウィールは、ね、ちょっと滑らしづらいかなと思いますので、こういう滑りやすいウィールっていうのも、ね、用意するといいと思います。ちなみにこの、ジュジュのウィールに関しては、カービングのねグリップ力とスライドの滑りやすさというのを、ね、両立させた、ね、ウィールになっていますので、ぜひ、ね、お試しいただきたいなと思います。はい、今回の動画以上となります。はい、皆さんもですね熱中症には気をつけて、ぜひ涼しい時間帯などに、ね、練習してもらえたらなと思います。はい、オフシーズン夏の間もねぜひ楽しみながらスノーボードの上達目指していきましょう。今回の動画以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。